はい、どうもさん、こんにちは、もち TV です。それで今回もウィニングレブ2018アプリやっていきたいと思います。ということで、こちら、ついに、無課金夜会です。コイン260。ということで、メンバーの方をね、まず、まあ、しばらくもう見せてないよね。そうね、無課金スカット。いや、おもち TV は端末2つあって、課金してる、うん、ゴリゴリの方の課金の端末と、あと全く入れてない、お金を全く入れてない無課金でやってる方のスカート2017からね、一応やってて、まあそんなに別に動かしてるっていうほど動かしてないんですけど、まあそっからちょくちょく、まあ選手とかも集めて、まあ大体こんな感じになってますよっていうね。見ましょうか。デシャンですね、監督は。デシャンね、そう、はい、で撮ったのこんな感じかな今。そうだね、言えばね、黒玉が要はアラバ、キエリーニ、デヘア、ティアゴね、でコウチーニョ、うん、っていう感じで、カルバハルとかインシーニェ、あとカジェホン、マタで、あとねサブには誰いなかったかな。サブにはさすがにマタいるじゃん。あ、マタそう、とつってないんだよね、マタで、このマタ17のやつです。コウチーニョもね、なんで17で被るんだって話なんだけど、要はあれでしょ、マルコビッチとかが60レベルでもらったと。そうなんだよね、このバックのマントバーニとかのこう青髪の、そうそうそう、無課金の人はね、やっぱり、ね、17から18に移った時に60レベルの選手俺いくつかもらったから。ゴールコって言う、俺、あ、そう、で、ゴールコもいるんだよね。あとウィリアン・カルバーニョとかもいる。かわいいな。うん、だからね、結構ね、無課金っぽいでしょ。そうだね、無課金なんですけど、これね、めっちゃリアルなのが、あと監督2人しかいないんだよ。そう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 マジさ、でもフィッシャーとデシャンしかなくて、で俺はなんか早めにデシャン来たから、うん、もうその時にまあなんつうの、結構 GP で買える、うん、お金でデシャン来たから、もうじゃあデシャン買っちゃおうということで、イベントやってきますか。そう、まずは結構やってんだよね。これもデシャンも17の時に買ったのかな。17の時に買ったと思うね、うん、もうなんか結構17の時やってたんだけど、18からちょっと忙しくて、ね、あんまやれてないみたいな、うん、感じなんで、まあこれでね、ちょっと今回また指導していくと。おい、言ったことで、マサが上向いてる。まあスーパーサイ、これのスカットが、まあ、どれだけね、いい選手、その、ゲットできるかって話。こっちもできるよ。こっちもメンツ的にいいよ。課金スカットの方も、そうだね、ちょこちょこ指導してって、まあオンラインとかもね、やれていければいいなと思うし、あとはだ、そのあれだね、選手がやっぱどれだけ豪華になるか、うん、だからまあ無課金の人とかもやっぱコツコツ頑張ってると思うけど、無課金のコインってすごいから、すごいね、すごい重要だから。俺この前トップエージェントを間違えてコインで引いてもうって。あ、そう、うん、泣いたよ。うん、いや頑張ってほしいね、この選手たちに。さあ、いや怖い消えリーニ、でも信じろ、キエッって言いながら取るから、消えリーニは。あ、そう、うん、スーパースターたまに強いよ。なんでこんなロングボール放ってくんだお前。デシャンだからじゃない。あ、そういうことかな、うん、デシャンの顔がすごいんだよね。あー怖い、やりましたよみたいなすごい顔してんだけど、これでアランでチビ、アランでかい、184ぐらいかな確か。繋げるか。さあ、でもまあ無課金にしては頑張ってるっていうか、ちょっと揃ってる。まあネイマールとか、そのなんかスペシャルワンみたいなのいねえけど、まあコーチーニョだね、だからいるのは。そうだね、うん、ただね、あんまなんかでもネイマールの方がいいよまあそれはそうやな、うん、怖いな。おおすごい、イグアイのカーブ、カーブの、あ、怖い怖い怖い、あ、おい、とんでもねえシュート決められてんじゃねえよお前。ちょっと待って、めちゃくちゃうまくなかった今。ケイヒルみたいなやつやんだ、めっちゃうまかった今。よし、これまずこのカーブみたいなのがこれだよ、タッチ、うん、でこれでダーンみたいな。ちょっとなんだよお前、ふざけんじゃないよ。このさ、旅立ちの日に右もモラタいるよ。結構強いメンツじゃねえかよ。見せてき、見せてき、無課金の。あとね、すぐ1万 GP とかもらっちゃうとガチャ引いちゃう癖あるんだよね、トップエージェント。それダメよ、うん、ダメな経営者でもある、ちょっと。お、来た、このアランが結構いいんだよ。ほい、あ、まあ、あー、いや、決めてよケイラ、頑張れ。オッケーオッケー。アランがね、銀の中ではかなり使える、あれトップエージェント引いてきたんだけど。なるほど、選手、こいつね、こいつはかなり、いや、あー、惜しい。マルコビッチはね、うん、そういうのはできない、早いだけオッケーオッケー。中盤をね、うん、繋いでいきたい。よしよし、いいぞ。
いや、いい。アランがね、ワンタッチパス持ちなんですよ。アランがワンタッチパス持ちなんだよね。しかも結構強い。この能力ほんと強いんだよ。マジ優秀な議員だと思う。何だったっけ、写真。写真と全然ちゃうよ。それはもうお茶目なとこじゃん。スーファミだと思ってよ。あ、いいね。デシャン結構強くない？強い。リトリートなんだよね、デシャンって。うん、まあ、あの、飽和家の方でも持ってるんですけど、デシャンね。近々紹介しようかな。さあ。ここがうぜえな、イグアインとモラタの。あ、まずい。あー。それやめろよ。バルブエナ。あ、え？あぶねえ。結構相手強くないメンバー、うん、T シャツみたいなユニフォーム着てるけどな、うん、こっち浦和レッズみたいなユニフォーム着てるね。デヘアと KD にはねワールドクラスだからな、うん、アルバもいいんだよ。しかもアルバいろんなとこできるんだけど、ただねこのねスカットあのセンターフォワードの買えないんだよね。あ、そうなの、うん、だからアランがちょっと、まあアランでもコンディションが6か7なんで7かな、あのコンディションもいいんであんまないんですけど。おいいねこいつ。ファイル、ファイル、ロナウドに負けるって何なの？ディフェンスで？よし。いや、いいよ。いやー、決めてくれー！何決めたのあれ？でも、アランいいよね。アランいいね、やっぱ。マルコビッチ。マルコビッチめちゃめちゃ速い、ただその代わり。あの60レベルだから。マジで速い。駆け上がるよ。お、来た。あ、惜しいなー。コーチーヌがねちょ一歩出ない感じがあるんだよね、使ってて。時間バレ、オッケーオッケー、まだある。さあアルカンタラ、あーっとアラン頑張る、素晴らしいアランの頑張り。あ、しつこいぞ。オッケー、熱いねやっぱ無課金の試合は。やるよこいつらも。どうしようかな、クリルナ邪魔なんだよ、離れろ。おい来た。おわ、お、ファウル。いやあれはファウルじゃねえよ、まっすぐ行っても。おお、KD に舐めてる。おい KD ね、頼もしいやつなんだよこいつが。おい、ラキティッチ。ラキティッチはこの前なんかあの、うん、ナインゴランかなんかの動画であるの、決定力あるんだよね。打ってきたいな、ラキティッチ。結構打つと入る。勝ちてぇなぁ、ウィジン。来た。デシャン強くね、結構。いいよね。これ使っていて、俺はすごい好きなんだよね。いや、いや、アラン、あー、どこ滑ってんだ、お前。え、何が起きた、今。見えなかった、ポータンで。うん。え、シュート入ってないな、あれ。しゃーないなぁ。それやめろって。あ、え、もう何してんの何してんだよ。びっくりした今。ちょ、デヘア、お前。いや、デヘア、信じろ、信じろ、信じろ。うちのセカンドキーパーです。イグアインな、まあ、怖いけど、どちらかというと、やっぱり、あっちの方がやだね。アグエロの方が。そう、アグエロの方がやだ。ラキッチ、ジャガラスの間違えたな。あんま来てねえな。これ3枚いるんだよ。一応、なんかボランチみたいな感じで。下に。アランが強いよ。ほら。アラン強いよ、やっぱ。頑張れ、信じた。マルコビッチ。で、素晴らしくないアラン。マルコビッチも早いし。まあ、そうだな。結構、なんていうのかな、良さげでしょ、味があるチームですよ。なんかさ、老舗。でも、スペシャルワン欲しい。スペシャルワンはいないんだよ。無課金だから。しゃがない。それは。こう、高橋、こうでしょ。誰言おうかな。いや、いいね。あのね、インシーに入れてくれ。ああ、インシーね。あの、スパサブだから。あと、ウォルコットめっちゃ早いから。インシーン左で、ティアゴはもう疲れてるからまた入れちゃいます。そう、あとね、ラキティッチもね、体力がね、そんなにある方ではない、ボランチにしては。これいいな。ウォルコットを右に入れた方がいいよ。いや、でも、コーチに変えられない。いや、いらんよ。え？うん。何？いや、いらん、いらん、いらん。全然ウォルコットいいから。ウォルコットね、ずっとイニング、あ、蹴ってくるな。だからそれやめろよ。なんでこんな必要に狙ってくるんだよ。その監督の良さなんじゃん。よし、ネスキ。でもさ、結構デシャン俺攻撃好きなんだよね。デシャンの攻撃いいでしょ、すごい、まあ、と受け取りやすいようにしてやったんだよ、うん、ここ開くな、すごい。ラキティッチ、そんなに粘れねえからイヴァンはさあ、強い。え、なんで、え、あ、ファール怖いな、ちょっと、ちょ、怖いな。
買います。ゴルゴットにした方がいいよ全然。ああでもセンターフォワード疲れてるよ。あのねセンターフォワードいないんだよ。なんで？あのなんていうのかな、替えがいねえんだよな。ポールセンがいいんだけど、ユキス・ポールセンが。コンディション程度が低くて、ベンチになった時にアランとポールセン死んだら終わりやんと思って。アランでも7なんだよね。7だと思う。いや、ここ怖いよ。1点ぐらい決められてそうだな。まずい。あ、まずい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 。おい、デヘアなめんな、お前。そっからお前よって入ると思うの。時間使ってけ。時間使うか、ちょっと。これでオンラインとかもね、うん、そうだね、やるみたいな。オッケー、ナイス。きた、サミケディラ。おい、うわ、いやインシーニはね、そのメルテンスのね、麻雀対価版でね。やべやべやべ、焦るな。あー、信じろ。まずいまずいまずい。おい、ロナウド右、なんか特殊なやつだけど、ちょっと怖えな、やっぱ怖えよ、あいつだけは。なんでもらったお前が蹴る。あっ、おい、デヘア素晴らしい今の。えほい、来た、ドリだ。これで、折ること早いから、マジで早っ。前マジガンガンいけるから。いやー、小学生みたいな小学生みたいな真っ正面。インシーニワンタッチシュート持ってないと思う、多分。でもロナウド早い。なんでお前、おれ、サミケディラなめんな、お前。ケディラとか使ってる人いるかな。え、いるよ、多分。ケディラ強いよ。結構ね、本当に3枚のボランチに1人いるとね、うざいよね。すごい。だ、まあなんかどちらかというとあれなんだよね、まあ、ポグバとか欲しい、うん、この褒めだと。そうだね、ポグバいいね、うん、ポグバ欲しいんだよね。ウォルコット超早くね。そう、ウォルコット超早いんだよ。だからもう、全然コーチーニを変えていいんだよね。え、うん、左はない。ないんだ。左はないから。超早いじゃん。うん、え、ウォルコットいいなぁ。いや、勝った勝った。めっちゃリハ止めてるやん。いや。クリラ怖かった。クリラ怖かった。これ相手強かったな。強えよ。クリラで、アランか。うん。ウォルコット 6.0。リハ。いや、結構滑り出しいいかもね。これで俺はそのどんどんスカット強くしていくっていうのをやるといいんじゃないかなと思うね。まあそうだね。そうで、これね、これをちょっとね、要はツアーポイントね、無課金でもたまるんだよね、かなり、うん、まあ、スーパースターに勝って千何本。そうだな。うん、なんで、いやー、なんか愛着湧くね。うん、あ、それあれにして、チケット。そうだね。うん、めっちゃあんじゃん。あるある。めちゃくちゃあんじゃん、チケット。うん、いいね。忙しくてそのやられてるんだよね、これ。あ、そう、うん、でしたね。はいはいはい。あ、320万いけ、一回引こうかなっていう感じになっちゃう。それまずいわ、ね。まあでもこちらの方でもね、これからちょこちょこ、もうこれから ね、まあ上げてって、まあオンラインであったりとか、まあ、オンチャレとか、うん、そういうイベント来たらこっちの方も指導させて、ランキングイベントとかも、これこっちやったから、ランキングイベントやったよね。ランキングイベントじゃないか、黒角のイベントはでもやったんだよね、頑張って。やった。そう。で、やっぱり黒角ゲットしたりとかね、うん、して、多分ね、これね、見ればわかるけど、これ多分エナジー回復めっちゃありそうだな。ね、10ある。エナジー回復は。すごい。で、まあ GP もまあ4万7000なんで、まあちょこちょこやってくる、ね。これもっと溜まってたよ、これ。だって何回も引いたもん、俺。あ、そうなんだ。すぐ5万とかなったらすぐ2回引いちゃった。あ、そうなんだね。ちょく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 引いて。まあでもね、こっち、すごい面白いと思うんで、まあこれからね、ちょっと無課金やかもやっていけたらいい。最後に1回引くか、じゃあ。そうだな。まあ最初だしね。そうだね。1回引いて、トップエージェント。センターフォワードの替えが欲しいんだよね。こっちの方がいいよね。あ、スペシャルエージェント？どっちが多いな。いやでもね、これコインを、そうだな、コインいつ使う？あ、でもスペシャルエージェントの方がいいかな。一回ちょっとトップエージェント一回引いてみます。いや、コインやめろお前、それ泣いたんだから。だいぶ前にそれやったんだよね。コンセント全然できてないけど、18とか来てくれ。全然黒回ってないじゃん。え、あったあった、そんなもん。あーあー、惜しい。まあ銀なんだよ、大体銀だよこれ。お、あ、え、ヤンフンってなるじゃん。こういうね、ちょっと楽しみがあるね。どう、ヤンフンテラール34か、もう。え、でも結構悪くないんじゃない。え、決定力77、ヘディング、まあ6か、引いてきたって感じ。あー、でも、まあ、ワンタッチパス持ってるわ。ワンタッチパス持ってる。 いや、これなくはないぞ、無課金だったら。37.6なんだよね。あー、低いわ。
ベンチ入れたない。まっせやな。これ上げるの大変なんだよね、選手のね。うん、まあ、ということでね、まあ、今回はね、無課金赤でやってきたということで、これからこちら、ガンガン、まあ、ガンガンというか、まあ、1週間に何回か。そうだね、1週間に何回か、そのオンラインマッチとか、うん、まあ、そういうのもやれていけたらなと。そうだね、言った感じですね。なんかまたメンバー補強とかしたりとかね。そうだね、やって盛り上げていきたいと思います、はい、ということで、まいりましょう。さらボー。